皆さんこんにちは。今日は4月5日の運動塾通信をお送りしていますえ。今日は昨日に引き続き、ジョー・バイデンの景気刺激策について話をします。早速、中に入っていきますね。政治家は歴史的に見ても安定した地位にあるのだが、今回の政策において英雄になれそうにはない。 政策を打ったからといって結果が良い方に出るか出ないかって分からないということを言ってるんですね。というのはアメリカが前例のない3極の経済実験に直面していてそれはその3つはですね歴史的なレベルの経済刺激策2つ目は一時的にインフレを引き起こすかもしれない寛大な連邦準備銀行の政策3番目は国民が使うかどうか分からないが膨大な貯蓄の3つがある。 この実験は戦後例を見ないアメリカと世界が受ける危険は経済のオーバーヒートだということでこの3つがどう動くか結果どういう結果が出るのかってわからないということをこの記事は言ってるんですね投資家が判断してきているところにリスクがあるアメリカの10年ものの国債の金利は国債の価格に反比例して動くのだがさ昨年夏以来1%ほど上がってきているということはインフレと金利が高くなることを予測している 投資家がですね、アメリカは世界の金融システムの中学的な存在だからその金融政策の展望は世界に影響を与えるこの数週間でオーストラリアの中央銀行は金利が上がりすぎないように国債の購入を増加させなければならないヨーロッパ中央銀行は今週同様な介入をするかどうか意思決定をしなければならない大きな赤字を抱えるブラジルとか多額のドル債もを抱えるアルゼンチンのような新興市場は アメリカの金融政策の変化に沿った金融条件の引き締めを恐れる理由があると。連邦準備銀行は断固としてした決意を持っていて、金利を低く抑え、経済が健全になるまで株式を買い続けるだろう。パンデミックの初めの頃の原油価格の急落は1年前と比較するとインフレは自然的に起こりうる。しかし、連邦準備銀行はこれを無視する。昨年採用したのだが、新たなインフレ目標の 体制では過去の不足額を埋め合わせるために2%以上に設定しようとしている。過去10年のほとんどでは世界経済の課題はインフレがほとんどなかったからだ。経済が結局オーバーヒーとしてもパーベル総裁が言うにはそのインフレは一時的であって長期的な変化は起こらない。しかしながら数兆ドルを放出するのか連邦準備銀行の直近の計画を疑うわけではないが市場はアメリカの 実験の最終的な結果を予測することはできない。連邦準備銀行は市場を冷まそうとするかもしれないし、インフレを抑えるために金利を上げるかもしれない。最近の雇用市場において雇用を取り戻そうとしてきた努力を考えると厄介な問題だ。高い金利は資産市場に打撃を与え、債務の膨らんでいる国家に問題が起こるだろうと。特に日本なんかだと大変でしょうね。バイデンの景気刺激策は 大きなギャンブルだそれがうまくいけばアメリカヨーロッパや日本が経験してきたひどい低インフレとか低金利を回避することができる他国の中央銀行はアメリカの連邦準備銀行の新しい目標をコピーすればいい巨額の刺激策は不況に対しての通常の対応になるかもしれないしかしながらリス,クリスクとしてはアメリカの債務が増大しインフレが起こり連邦準備銀行の信用問題が発生する このミの意見としてはもっと小規模の景気支援策を提案したい。アメリカは政治がいだ問題で、これは民主党と共和党が対立しているということですね。政策で微調整ができない。民主党を取れるものは全て取ろうとしている。今回の1.9条度のことですね。バイデンのギャンブルはいないよりましだと。1.9条度のことですね。しかし彼の賭けの規模を疑うべきではない。まあ、どういうことかというと、全部別に使わなくてもその必要な時に必要な金を使っていくような。 切り崩していけばいいいいいけばじゃないかととうう意見ですねこまあそういうことでただこれはこの記事は結構楽観的に書いてありますけど私はですね今年の,あの中からあのコロナがアメリカのコロナが沈静化していっ,ったらですね景気がかなりそのまあ貯蓄していてレストランとか市場がですね冷え込んでいたのが爆発的にその反応があってオーバーヒートするだろうとうすると必ずインフレが起こりますから。 そういった時に一体どういうふうな形でそれを対応したらいいのかここではそういう一時的なインフレだって言うんですけどその保障は全くないんでどういうふうにその政府が管理していくのかっていうことが、まあ、かなり大きな課題になってくるんじゃないかと私は思いますね日本にとっても同様なな大きな問題ですね。